それではまずはじめに愛媛 FC のスターティングフォーメーションです。ゴールキーパーは徳重、ディフェンスは右から鈴木、栗山、大城、そしてダブルボランチには森下と横谷ですが、森下と大城がもしかするとスタメンの位置が変わっているかもしれません。そして高木と忽那、トップには近藤が入って、シャドウの位置には茂木と小原という11人を予想しています。続いて福島のフォーメーションです。これまでとは違う 4-4-2 のフォーメーションで立ち位置予想しました。ゴールキーパーは山本、ディフェンスは右から田中、川西、新井、北村、ダブルボランチに特別指定選手の阿波野と諸岡と予想しています。そして右には延べ、左にはリーグ2位の得点を挙げている高橋、2トップに長野とサイモンと予想しました。森下が上げたボール、選手に当たってスリップがありました。これが足元に来たシュートだ。最後は高木のシュート、スリップから偶発的な形で最後はフィニッシュまで行きました。なかなか前線のサイモンにボールが収まるというシーンがまだありません。浮かせて茂木だ、抜け出した、茂木かわして引っかかりましたがまだあります。最後シュートでやった。先に触ってこのシーンでボールに行っているようには阿波野です。狭いところ、サイモンがシュートを打ちました。ゴールキーパー徳重の正面でした。ですがファーストシュートが生まれました。福島、茂木が入れる、ニアだ、横田にすらせて、クリアをしました。このボールまだ生きています。鈴木すらせて近藤のシュート、山本が防いだ。山本ビッグセーブが飛び出します。プレーは始まっています。ニアサイド、クリアした愛媛、まだあります。諸岡のシュート、シュートで終わりました。ゴールキーパーの位置の少し前はボールはスリップするのか、あるいは少し勢いが止まるのか、そのあたりもありますが、星野が狙う、ゴールキーパー徳重、難しいボールだったと思うんですが、ワクツナファーサイドだ。いいタイミングで飛び込んだのは大城。クツナの上げた柔らかいボールに高木のヘディング、すらせて近藤だ。最後ボールはつながりませんでした。左足で入れる、プレー続いていって、すらせて目の前に小原がいた。見えた、このまま大丈夫、ですが枠を捉えることはできません。このゴールの目の前の小原でしたが、栗山が競り勝ってゴール前だ、詰めるか、山本が出ていきました。そして接触がありました。栗山が落とした後、松田が体を張って最後、今シーズンの失点はわずかに2つ。福島選手たちが入れ替わってもその堅守を見せています。さあ森シュートを狙った、最後は強引にフィニッシュ。回転し、つないで持ち替えて低いボールを入れた。さあカウンターになるか愛媛、近藤です。ですがプレスバックは阿波野、まだあります。森のシュートだ、また守りました徳重が
この時間も集中を見せています。そしてコーナーキックです。10番の森がキッカー。さあもうほとんど時間はありません。右手を上げたニアサイド、もう一度上げて高橋のクリア。そしてここで試合終了のホイッスル。難しいコンディションで行われた愛媛と福島の一戦、両チームチャンスを作ったんですが1点が遠く0対0ドローとなりました。